キチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。総チェックというところでね、どこでも撮ります、総チェック。はい。家でも仕事先でも、ここはもうあのテレビ局の控室です。どこでも撮ります。おはようございます。時間の許す限り、最近忙しくて時間がないんで、ちょっとの隙間で撮っていきます。ね。皆さん、服装、背景、変わりますけども、話は一緒ですから、ね。ぜひ、楽しんでください。月曜日総チェック。もう今週1週間でオールスターブレイクというところでね、最後、どういう風なね、順位付けで前半戦終わるのかというところで、楽天対西武、12日の試合、ね、3対2で楽天の勝利というところで、西武先発竹内、7回96球、6安3三振、無四球3失点というところで、まあさすがだけどね、ちょっと何かしらの油断が働いたかなっていうね、守備陣も含めてね。で、楽天先発早川、7回102球、5安で4三振、1四球2失点というところでね、まあこちらもね、何かしらの、まあお互いちょっとずつね、ミスあったけどもね、まあでも両さんはね、非常に素晴らしいピッチング、グッピッチだったと、思います。まあでも西武はもうここでね、初回ね、先頭ゲントセンター前ヒット、2番西川ライト前ヒット、でノーアウト1、2塁から、殿崎、ライトフライ、で岸、レフトフライ、で山村、ショートゴロと。もう、俺もう、今の西武は、4番とか9番とか1番とか下位打線とか上位とかクリーンアップとか関係ないと思うねん。4番の特性とかもう言ってる場合じゃないから、俺はもうここ初回からでもね、しかも相手早川で自分のところ竹内なわけでしょ。だからもう高騰するのは間違いないじゃん。ね。ってなったら、もう最小得点差になっていくわけじゃんね。ただもう2対1とかもう想定じゃん。正直ね。そうなったら、ここもう殿崎バントでしょ。ね。ここ。バントしてでワンアウト2、3塁作って、そしたらまだ序盤だからね、前進してこない、で内野ゴロでも1点入る、こういった俺積み重ねが今の西武には必要だと思うね。正直まだ勝ちにね貪欲に行くんだったら、強化ゲームで来年見据えてるって言うんだったらいいけどね、まあここら辺がね評価の難しいところで、ここで、ね、得点できず、で2回からはもうね2回3回4回5回、6回とね、唯一、3回にね、源田がヒットをつけても、その他はもう三者凡退で完璧に早川にやられるっていうね、早川もやっぱりバランスいいね、軽く来て、この左手のね、振りっていうのは非常にバランスよく投げて、で竹内もね、初回から1、2、2回三者凡退で、3回ね、先頭小深田でセンター前ヒット打たれるけども、村林送りバントで、大高ライトフライで、ここでノーアウト2塁のところで、黄金のところで小深田3塁盗塁タッチアウト、バッと。まあ、走るのが悪いと言わないけども、ツーアウト二塁で小深田の足だったら外野でヒットでも1点入る可能性あるじゃん。無理やり三塁行く必要ないじゃん。そう考えたら、盗塁するんだったらこのワンアウト二塁で大手の時に盗塁しなきゃいけないよ。ワンアウト三塁作るって、そこだったらね、価値あるけど、ツーアウト二塁からわざわざ盗塁してこう 100% セーフにならなきゃいけないように、アウトになったっていうのはちょっと判断ミスだね。で、4回5回とね、三者凡退で抑えられて、でね、楽天は6回裏、ね。先頭小深田がセーフティーバント。ここもね、で、まあ、ファーストが取りに行って、ファーストベース誰も入ってないってね、これ最近の野球のね、守備位置、これ守備位置ちょっと映像で確認できなかったから分かんないけども、最近セカンド深いじゃん、左バッターの時。で、そうなってくると、あそこにセーフティーバント転がされたら、セカンドファーストまで間に合わへんねん。自分のところで取ろうとしてからのサードだからね。だから結局、ファーストベース間に合わへん。で、ピッチャーファーストベース入ってへん。ファースト取りに行く。誰もおらん。イージーセーフ。小深田。グッセーフ。でもそういったところもね、やっぱ守備体系、何でもかんでも下がるのがいいわけじゃないからね。まあ下がってなかったかもしれない。俺はちょっと見えなかったからね。でもここ下がってたら大問題。で、その後村林がね、ショートで悩んだ。まあ、源田の送球がね、それたっていうのもあるけども、まあ確かに三遊間難しいところだったけども、やっぱ源田のうまさで言えば、やっぱりそこ期待しちゃうよね。しっかりできるところをね。それでノーアウト一塁になって、大田がね、しっかり送りバンドを決めて、ワンアウト二三塁から前進守備の中、小深田がライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から中島のセカンドゴロの間に2点目取るんだけど、ここがね、ノーアウト、ワンアウト二三塁の時は前進守備引いてんね。ね。で、ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁になったらダブルプレー狙いってね、もうここも前進守備やろと。もうそんなもう、1点 OK 言ってられへんやろと。んできっちりセカンドゴロやけど、ダブルプレー取れないで1点上げてるやん。それだったらもうワンアウト二三塁の黄金の時後ろやると。ね。で、そこツーアウトにして、ね。1点は OK やけど1点で防ごうやろ。なんか中途半端だね、作戦が。ワンアウト二三塁前進したんだったらワンアウト二三塁も前進やろっていうね。
俺だけかなそうと思うの、ラウンズファンの皆さんどうですか。まあここでね、楽天はきっちり2点取ってね、このまま行くと思いきや7回表ね、先頭騎手フォアボール、山村がライトへツーベースで、ノーアウト2、3塁からね、野村がセンターへ、同点タイムリーヒットっていうところでね、しっかり2点返して同点で、このノーアウト1塁のとこからね、これでのところに早川が悪送球でも、悪送球ってもキャッチャーをね、ミットだけで行って軽くワイルドピッチバッとで、ノーアウト2塁になって、セカンドゴロでワンアウト3塁ね、しっかりコルデナも進塁打打ってね、あのバッティングね。で、ワンアウト3塁から隅谷のショートライナー、村林、グッドね。ここがもう勝負の分かれ道やな。あれが抜けへんところが西武に運ない、隅谷にも運ない、でも村林グップレーね。そこで、勝ち越し、逆転許さないでね、7回裏に先頭浅村がねレフトスタンドホームランで、これで3対2で勝利っていうところで、楽天はねこの村林の守備とね、前進守備引いてね、守備とね、浅村の一発っていうね、ちょっと西武はね、あの守備体系でね、俺はちょっと注文つけたいね。あとは初回のノーアウト2塁、竹内が投げてる相手早川、もう3番4番関係なしにバンドやろうって俺は思うけども、西武ファンの皆さんどうですか。でも楽天はね、粘り強くしっかりやってね、一気逆転されそうになったけど、こうプレート1本ね打ってほしい人が打って、小技も効かしてね、非常にいい戦いだったと思います。3対2楽天の先勝です。楽天対西武、13日の試合5対0で楽天の勝利ということで、このカード楽天の2連勝っていうところでね、で楽天先発岸3勝目ね、9回119球3安打2三振無四球無失点完封勝利、ね、1回抹消して調整を挟んでしっかりピッチングね、まあ、このね調整がしっかりねできたっていうところもあるし、そこで修正してきたね岸のピッチンググピッチングね。で西武先発今井、こちらね楽天キラーとしてもう3年ぐらい負けてなかったところ、5回97球6安打3三振3四球4失点で久しぶりの楽天戦に黒星。その中でね、初回、楽天はね、小郷ライト前、中島内野安打で、辰巳フォアボールで、ノーアウト満塁からね、浅村のセカンドゴロの間に1点上げて、鈴木大地の犠牲フライで2点目で、3回にも先頭小郷がツーベース、中島アウトになるけども辰巳がフォアボールで、ワンアウト1塁から浅村がセンター前ヒット打って、ワンアウト満塁から鈴木大地のね、タイムリー、そして村林の犠牲フライでしっかりね、犠牲フライも打って残さず得点をして、中押しの3回に2点、そして8回にはね、ワン、ツーアウト1塁から大郷がね、タイムリースリーベースでダメ押しの1点で5対0。西武は3安打、打つ手なし、騎士、グッチ。ね。で、打線も先制中押しダメ押しとね、いい形で得点して、2桁安打は打てませんでしたけど、ちゃんとチャンスを作って返すっていうところではね、非常に良かったし、こうね、1番の大郷が4打数3安打1打点とね、フルに回って、で、4番に入った浅村がね、打点1、で、鈴木大地がね、打点2とクリーンアップも起用して、非常にね、攻守ともに素晴らしいね、試合だったんじゃないでしょうか。西武としては太刀打ちなく、完敗で、ございます。ロッテ対オリックス、12日の試合、1対0でロッテの勝ちというところで、オリックス先発ソタニ、6回3分の206球、5安打6三振、2四球、1失点っていうところで、そしてこちらが自責点ゼロ、ね、外に非常に味方が足引っ張られてきつかったね。でロッテ先発当時は7回112球7安打6三振2四球1セットも落ちて、いやちょっとピンチを招いてね、若干怪しいところあったけど、そこはねしっかり粘り強くね、丁寧に投げたっていうところでね、勝ち星を掴んだ、非常にねピッチだったと思います。この試合オリックスに言っておきましょう、取れる時に取らないからこうなる、しかも4連勝で来てね、この2位3位の戦い、ロッテよりオリックスにとってはめちゃくちゃ大事な初戦、絶対勝たなきゃいけないのに、絶対勝っちゃろうっていうのはね、いやそれは選手たちがベンチ思ってるかもしれないけど、全然見えなかったね。その中で、初回ね、ワンアウトから、太田が、ヒットで出てね、でワンアウト一塁からね、太田が通り試みてアウト、西川センター前ヒットで、森アウトで1点取れず、で2回にもね、ワンアウトから頓宮ヒット、杉本デッドボールで、大城がヒット、でワンアウト満塁から若月三振で、福田ショートゴロとね、で3回にも先頭太田がフォアボールで出るけども西川ダブルプレーで、4回にも先頭紅林レフト前ヒットで出るけども、頓宮杉本大里がね、続かずね、しっかりこのね 1,2,3,4 と全部ランナーで、しかもノーアウトからもランナーで得点に結びつけれないね、まあ、ここ大島がねしっかり粘ったっていうところもあるけども、やっぱり取れる時に取らないからこうなるっていうね。でその中で、チャンスをねなかなか得点に結びつけられないのか、4回裏ロッテの攻撃、ツーアウトから中村翔吾のレフトフライ、なんと西川落球バット取ってたらチェンジね。で、ツーアウト二塁になって、高部はねファーストへ内野安打って、もうまずピッチャー外にとベースカバー遅い、
で、それによって高部に抜かれて、ファーストセーフ。その間にセカンド中村翔吾を本塁突っ込んできて、慌てて外にもフォーク投げたけども、若干送球がそれでセーフ。中村翔吾、グッと振り。普通、まずレフト落球やろ。で、ファーストベースカバー行くときは普通にアウト。で、ベースカバー一瞬遅れてセーフ。まあ、無理やと思うけど、このスーパープレイの未来としては、もう頓宮がファースト無理やと。サード走ってると。もうそのままファースト投げ台でホーム投げるっていうのも、今後ね、多くのプロ野球選手もそうだけど、もう今後、そっちの選択もいると思う。ツーアウトだったら別にファーストでアウトとんでもホームでアウトとんでも一緒だから見えてるわけだからね。だからこれファーストギリかもと思ったらもうそのままホームに投げる。で、ランダムプレイでアウトにする。これがね、もう次もし同じようなことがあったらベストプレイ。ここまでイメージしてやっていかなきゃいけない。でもこんなもうピッチャースタイルのベースカバー遅れて、ツーミスだからね。で、1点先制。で、この1対0で負けるからね。で、オリックスはね、5回三者問題で、6回ね、西川堀が連続ヒットでノーアウト一塁。で、紅林三振っていうね、もうここバントでよかったやろ。もう、今日の勝ち大事やねん。めちゃくちゃ。で、ね、紅林三振。で、頓宮がレフトフライ。で、杉本フォアボールで大里がね、最後3ボール2ストライクから見逃し三振っていう弱気。俺、ここ紅林バントでよかったんちゃうかって思うけどね。で、7回8回三者問題で、運命の9回。先頭頓宮がライト前ヒット、ピッチャーマスだから。で、ここで杉本のところでね、でダイソー頓宮から渡辺。ね、で、なんと、ワイルドピッチ、佐藤としては、ダイバーク全然、止めるっていうより、取れる、ワンパンで。で、それ大きく弾いて、ランナー三塁。で、どこが三塁になって、ね、でもそれがね、打球が三、そのワイルドピッチのところがね、杉本が三振したんでね、で、ワンアウト三塁。で、代打宗、フォアボール。で、ワンアウト一三塁。俺、ここね、もう結果、全部結果論で言っちゃう。結果なんやろってなるけど、俺ここで代打セデーニョより代打小田でよかったんちゃうかって思ってんだよね。俺これ試合見てても、いや小田使ってないよねとね。これ代打小田この優勝を決めるロッテ戦の昔も大事な時に最後セーフティースクイズしてみたりね。でワンアウト一三塁やん、いろんなことできるやん。ファーストサードランナー渡辺、ファーストランナー宗、バッター小田、いろんなことできるやん。セデーの結局ボール球全部振って三振や。もう楽だもんや、バッテリーは。で、その後福田もね、ライトフライでアウトっていうね。あ、それライト小田でよかったんちゃうかって思うね。なんと絶対勝ちに行くみたいなところで言うとね、っていう感じです、佐々木はね。でもロッテはね、なんとか粘り強く、その後ね、小島、鈴木翔太、マスターとね、で相手のミスでも1点取って、この勝ちね、もうどんな勝ち方でもいいから勝ったのが大きい。逆にオリックスはどんな勝ち方でもいいから勝たなきゃいけなかった。初戦ね、ミスで自滅、あとそこの判断どうだったのかな。オリックスファンの皆さん、ご意見お待ちしてます。初戦1対0ロッテの先勝です。ロッテ対オリックス、13日の試合6対0でロッテの2連勝。このカードオリックス2連敗連勝できて、2位ロッテに絶対勝たなきゃいけない3連戦、2戦連続オリックス自滅です。はい。まあその中でね、両先発、オリックス先発スカティーヨ、6回117球、8安打5三振、4四球、6失点と。まあ自身のミスもあり、チームメイトのミスもあり、残念っていうね。で、ロッテ先発サネイチ、8回119球、7安打13三振、1球無失点、グピチ。ね。しっかりね、ランナーも出しながらもしっかり抑えれたっていうところありますよね。まあその中でもオリックスは初回、ね。先頭大里がツーベース、そしてノーアウト二塁から大田をライト前ヒットの中で、三塁ランナー大里が三塁止まるかなと思ったらいきなりまた走り出して三本間に挟まれてアウト。バット。コーチャー大バット。まあ中島監督がね、大里は悪くないっていうふうなコメント出してましたけど、まあこれは推測だけども、最初はストップ出してて、いきなりストップからゴーになったんちゃうかって。でもノーアウト二塁なんやから、そんな慌てる必要ないやん。しかもこっからクリーンアップに行くわけやろ。ね。で、ノーアウト一三塁でいいやん。初回から。そんで急に回さなくたって。で、その後ね、ワンアウト二塁から、まあ、挟まれてる間にアウトになってね、その間に太田がセカンド行って、で、ワンアウト二塁から西川がセンター前ヒット、で、ホーム帰ってこれず、で、ワンアウト一三塁から森が463ダブルプレイ、初回に1、2、3番がヒットを打って、無得点、バッと自滅です。ね、そして2回にもね、ワンアウトから、宗がヒット、頓宮三振するけども、杉本フォアボールと、ツーアウト一塁チャンス作るけども、杉沢が三振で、序盤のピンチ、ね、序盤のチャンスに1点も取れず、
で、その中でこの2回の裏、失点はしなかったけども、ワンアウト1、2塁で佐藤のショートゴロを 6-4-3 ダブルプレー取れず、あれが取れず、まあ、その後ね、安田が三振だったからまあまあ良かったかなと思ったら、3回の裏もね、岡、フォアボール、ね、高部小川アウトになるけども藤岡フォアボールね、でもここの場面で岡がフォアボールで高部センターフライで、ワンアウト一塁で小川のピッチャーゴロをカスティーヨがセカンドにふわっていう球投げてダブルプレー取れずバッと、これもうダブルプレー取ったら終わってたからね。で藤岡もフォアボール出してツーアウト一塁から外にね、スリーランホームラン、で4回もツーアウトから安田がセンター前ヒットで、岡のサードゴロね、胸がちゃんと処理してたらもうこの回もう終わってんのよ。それがジャックルして、でそこからまた投げようとしたらまたファンブルして、で慌てて投げてセカンド悪送球ね、でツーアウト一三塁から高部のタイムリースリーベース、そして小川のタイムリーヒットで一気に3点、6対0ジエンド。2イニング連続ミスミスミスで、攻撃もミス、そりゃ負けます、自滅。ロッテはね、その相手のミスをついてしっかり得点をしてね、タレンチがしっかり投げて、このね3位オリックスとの2連戦をね、まず2連勝で終えたっていうところはね、攻撃陣もね、上がってきたし、2桁安打もなってきたし、相手のミスもね、ついていけるし、徐々にね、オールスターマーいい感じになってきたんでね、ここはもうオールスターマーね、残り1週間ね、しっかりやっていきたいと思いますね。いい形で6対0、オリックスの連勝でした。日本ハム対ソフトバンク、12日の試合、4対5でソフトバンク勝利ということで、これはもうめちゃくちゃ面白い試合だったね。長かったけどね、そんなことあるかと、ね、すんなり終わせないぞと、ね、ソフトバンク先発、シュワット・ジュニア。7回118球、3安打13四死球にして、本当にね、成長してきたね、日本でね、非常に、ちょっと若干ね、球数多かったかなっていうところはあったけども、非常にね、素晴らしいピッチング。で、その後ね、ヘルナンデス、つもり、松本、杉山、藤井とね、つないで、なんとか勝ち切ったけど、9回オスナがいなくなって松本、ね、9回の難しさ、ね、2試合連続、いかれてるっていうね。で日本戦もつかと、ね、6回81球、5安打4三振、無四球1失点と、まあ、持ち前のね、球数の少なさと、無四球でね、非常に緩急つきながら、粘りのピッチング、その後、池田、杉浦、河野、田中、そして宮西、山本、上原とね、本当に魂のね、両チーム系統でね、なんとかっていうところだけども、最後はソフトバンクがね、1点差で勝利っていうね、中では、まあ、序盤ね、なかなかソフトバンクも得点できずね、ランナー出すけども、ね、4回も、じゃあ3回もね、先頭、回のね、打球、加藤はね、悪送球出すけども、その後、広瀬、6-5-4-3ダブルプレー打ち取ったり、4回もね、栗原、近藤がヒットに出るけども、ツーアウト一塁ね、松木をショートゴロに打ち取ったり、ね、加藤のね、緩急をつけた、非常にね、素晴らしいピッチングで、なんとか粘り強くっていうね。で、日本ハムもね、1回、2回、3回とね、まあ、フォアボールでね、まあ、スチュワートのちょっと球がね、荒れてて、フォアボールでランナー出すけども、1本取れないっていうね、で、4回、3打と思ったりで抑えたんで、5回ね、表、ね、ソフトバンク、先頭はね、吉田、ライト前ヒット。で、甲斐が送りバントを決めて、広瀬がね、センターフライでアウトになるけども、2アウト2塁から、今宮のね、ピッチャーゴロを、ちょっとね、加藤タコが弾いてね、1塁間のちょっと深いところに転がっていったところ、石井がね、取ってホーム思い切って投げるんだけども、セカンドランナー吉田の好走塁で、セカンドからホームイン、これ、コーチャーも素晴らしい。ね、この走塁で1点をもぎ取って、ね、1点先制。でこのまま行くかなっていうところで5回の裏ね、2アウトから石井が2ベース打って、ね、すぐ同点に追いつけるチャンスだったけども、松本がねライトフライで同点に追いつけずね、その中で6回裏ね、先頭ビザニが2ベース、そして万波がレフトスタンドへ逆転の2ランホームラン、かばって、これで一気にね日本ハムがね逃げ切っていくかっていうところでね、8回、ワンアウトからね、今宮センター前ヒット、今宮好調。ね。で、そこで今宮からね、ダイソーの裏。で、シュートを三振するけども、ツーアウト二塁から、こちらも好調のね、栗原が、レフトへ同点、タイムリーツーベースで同点。ここ粘り強い。でね、終盤は本当にもう、両理不尽が、なんとか踏ん張ってね、日本はもう本当ヒット一本出ない。ソフトバンクもね、ヒット出すけども、もう一本出ないっていうところで、10回表、ね、田中正義から、先頭の柳町が、左中間にホームランだからで、ね、くっぱって。めっちゃいいバッティングだった。しかもギリギリじゃないしね。あ、これでホークス勝ったなと思ったらね、10回裏、ピッチャーね、松本が出てきて、ワンアウトから、今度石井和成が、ライトスタンドに稲葉さん張りの打った瞬間ホームラン、クッパって。ホームランをホームランで返して延長で同点になるかっていうね。で11回ね、ソフトバンク、ワンアウトから近藤ツーベース、で、尾形がレフト前ヒット。でもこれはね、帰ってこれだ。ね、超前だったし、止めてから水谷がね、ちょっとジャックしたからね、これは帰ってこない。で、ワンアウト一三塁から、ここで、
ここで勝負決まるかっていうところで中村晃三振、そして、宮西がね中村晃三振取って、その後山本に代わって回を連続三振でねピンチしのぎ切る、これ完全に日本ハムペースやなと、これさよならあるなっていうところで、11回裏ピッチャー松本から杉山に代わって2者連続三振で、2アウトからマルチネスセンター前ヒットで、ここで野村がレフトにツーベースね、さすがにあれはね中島もホームに帰ってこれないね。で、ツーアウト2、3塁、サヨナラチャンスに、タミヤがね、ちょーんとピッチャー超える大きいバウンド、ね、それをソフトバンクのね、セカンド、野村勇だったと思うんだけども、トップファーストでギリギリ、ポーンっていうぐらいのアウト。グッド。素晴らしい。ナイスプレイ。あれは本当にスーパープレイだった。あれでサヨナラになってもおかしくなかったところで、そしたらね12回表ワンアウトから野村勇フォアボールで、川瀬が送りバントを決めて、ツーアウトに栗原頼むよっていうところで、ここは一塁空いてるんでね敬遠で、ツーアウト一塁かな、ピッチャーね上原から斉藤に変わって、山川がねショートへ、こちらも高いバウンド、あれがまあ三遊間だったからね内野安打になったっていうね。でツーアウト満塁からもう近藤がね、もう本当に期待に応える近藤がセンターへ勝ち越しタイムリーヒットで2点取ってね、で12回裏ね、さすがにこの2点差で終わったかなと思ったら、ソフトバンクピッチャー藤井先頭の浅間が右中間にホームラン、怖いこれまだあるんかと、でしかも石井勝也にフォアボールで、奈良間が送りバントを決めてワンアウト2塁、磯畑三振で万波フォアボール、最後グッチがショートゴロでね、まあこれ1点を呼ぶ出すっていうところで、まあ日本ハムもいい野球したけどね、まあここら辺ソフトバンク勝ち切るところがね強いっていうところもあるけども、非常にね、まあどちらがいい悪いというのはもう打ち合いの攻め合いだからね、最後はね2点タイムリーっていうところがね効いた近藤の頑張って、結果ね初戦はソフトバンクが5勝5対4でソフトバンクの勝利でした。日本ハム対ソフトバンク3対2で日本ハムと逆転勝利っていうところで、ソフトバンク先発を打つ、6回108球5安打9三振2四球1失点で、日本ハムバーヘーゲン5回73球4安打3三振3四球1デッドボール2失点というところで、まあ両チームね投手先発投手踏ん張りましたけど、終盤ねバタバタした中で日本ハムが競り勝つというところでしたけど、バーヘーゲンよく踏ん張ったね。まあどちらのチームもねチャンス作るけど一本出ずっていうところで、まずねソフトバンクね、初回ねシュートのセーフティーバント、そしてまあバーヘーゲンのクイックが遅いっていうところでね、盗塁して今宮ショートゴロの間にワンアウト三塁、ここで栗原山川が連続三振で、ここはバーヘーゲンねなんとか打ち取る、だからソフトバンクはここで点取りたかったよね。で2回でも先頭近藤フォアボール、柳町三振するけども正木のところで盗塁で、その後正木広瀬一本出ずね、で3回でも先頭海野がフォアボールでランナー出るけども得点圏に行って一本出ずで、4回にねやっと山川ヒット近藤フォアボール柳町デッドボールでノーアウト満塁のチャンス作るけども、ここで正木がねレフトにタイムリーヒットで、ここでセカンドランナー近藤が三塁オーバーランしすぎて、だからとここもノーアウト満塁でレフト前で、なんでそんな焦って回さなきゃいけないやと、もっと早めにストップでいいやろとね、で止めきれずね挟まれてアウトで、ワンアウトに三塁から広瀬のショートゴロの間に行ってあげるけども、これまだノーアウト満塁で広瀬行けたからね、だから取れる時に取らないからこうなる典型的な試合ですね。で走塁ミス、コーチャーミスっていうね、でまあ2点逆転するけどもね、5回にもシュートがセーフティーバンドで出て、盗塁して今宮バンドでワンアウト3塁でチャンス来るけども、栗原のセカンドゴロをね石井がホームタッチアウトシュートをねで、栗原まだ盗塁してチャンス来るけども、山川がレフトフライでアウトと、めちゃくちゃ足使っていくけどね。で6回にねバーヘーゲンから生ためにかわるっていうところでね、まあここも2アウトから正木がツーベース打つけども、広瀬が1本出ず、で7回にも、まだシュートの盗塁で2アウト2塁チャンス来るけども、栗原がね1本出ずね。で8回にも、山川センター前近藤ライト前柳町ライ送りバンドを決めて、正木フォアボールでワンアウト満塁チャンス来るけどもね、中村晃、ファーストゴロで本塁アウトで、海野が三振ね。で9回にも、先頭でシュートがフォアボール、今宮ライト前ヒットでノーアウトに注入、栗原レフトフライでアウトになって、吉田の打席でシュートがね盗塁試みるけども、伏見がね三塁ナイスローでタッチアウトで、そして、吉田が三振でゲームセットというところで、でも俺はここのねシュートの盗塁はね良かったと思うんだけどね、俺ツーアウトだったらする必要ないんちゃうかと思うけど、なかなか得点できひんとね、でここもチャンスなかなかないと、だからもうなんとかワンアウト三塁使って内野ゴロでも1点取れるように、もう一気にチャンスいこうっていうところで多分盗塁したと思うんだよね。で今日もここまでシュート3盗塁してたしね、でその中でアウトはまあ仕方ないと思うよね、この作戦は。
ワンアウトだから走る価値あったからね。こう、ツーアウトじゃなかったから、まあ、ここは鍵引きだから、これをダメって言うとね、走れなくなっちゃうからね。今日はめっちゃ通りもしたし、まあ、この鍵引きに負けてね、まあ、伏見がね、最後、ナイススローだったかなっていう。で、日本はね、2回裏にレースが先制。で、4回にね、ソフトバンクに逆転されるも、8回にね、ワンアウトから、軍事デッドボール、レースフォアボール。ここも、ね、このデッドボールフォアボール痛かったよ。つもりね、ここまで調子良かったのにね。で、ワンアウト1、2から石井がね、タイムリーツーベース。で、その後、代打水谷アウトになるけども、上川端がね、タイムリーで勝ち越しで3対2、逆転勝利っていうね。日本もね、途中チャンス来るけど1本出ずっていうね、このソフトバンクとね、同じような展開で、日本も苦しかったのよね。でもその中で、最後ね、きっちり逆転したっていうところも大きかったし、ちょっとソフトバンクのリリーフ陣がバタついてきたよね。毎日誰かがバタつくっていうね。ここもフォアボール、デッドボールからピンチだから、まあ、ほぼ自滅みたいなもんだからね。でも逆に本当にバーヘーゲンとかね、あんなに足使われて、かき乱されて、その中で冷静に2失点で抑えるってね、めちゃくちゃ素晴らしかった。口粘り強かったね。まあ、伏見はね、めちゃくちゃ大変だったと思うけど、最後三振の時もね、ミットで弾いて、最後素手で取ってって取ったけども、あれ、胸でこうやって取ったりしたらファウルなのよ。ちゃんと手で取らなきゃいけないのよ。どっかに、胸で取るとか、こうやって頭で取るとか、ね、こう肘で取るとか、こう脇で取るとかしても、ファールになるんだよ。最後、ミットに当たったら、もう一回ミットに収まるか、右で取る。これね、取らないと、あれで三振にならないんだよ。豆知識です。あれ、胸とかどっかで当たって、抱えたりしたらね、ファールになるんだよ。ね。知らない人のためのルール解説でした。ということで、日本はもうこの逆転勝利大きかったね。ただいま1勝1敗。五分です。巨人対 DeNA12 日の試合3対2巨人のサヨナラ勝ちというところで DeNA 先発ジャクソン6回103球5安打6三振無四球1失点クッピンチ。開幕当初はねちょっと高め全体的に高めに動くなっていうところがあって制球バレつくなっていうところだったけど本当に最近はねストレートを低めにしっかり投げるんだよね。だからチェンジアップもめちゃくちゃ効くしナックルカーブも制球も良かったし高めのストレート低めのストレートそしてチェンジアップナックルカーブとね制球緩急腕の振りクッピンチ素晴らしいね。で巨人先発戸郷6回113球7安打6三振2四球2失点こちらもいいピッチングだったけどねこれ攻められない ね、まあ、勝ち両チームともね勝ち星負け星つかずっていうところだったけどもこの日からね、坂本が復帰というところで、巨人はね、1番、丸そして2番、吉川3番ヘルナンデス4番岡本で5番大城で6番、ね、岸田が入っていったところが坂本で岡林門脇戸郷っていうね打順の中で2回裏ね先制岡本がね先制のレフトでホームラン岡本もねこれで上がってきたかなっていうねところでこれで戸郷で行っても大きいなと思ってたら4回表ね、佐野センター前佐野校長前日のねサヨナラからね山本ライト前ヒットさすがの右打ちねでノーアウト一塁から京田がねセンターへ同点タイムリーヒットを打って1点返してでここからね8、9、1だからねあれだけども思い切って井上バントでもよかったんちゃうかと思うけどここが難しいところだねセリーグの野球の井上が三振でジャクソンがね、バント失敗そして梶原がねライトフライでノーアウト一塁その後のチャンスをね生かせずしかしね、5回表ツーアウトから牧レフト前ヒットで佐野がまたねレフト線へタイムリーツーベースっていうところでファーストから牧がね本塁に来て勝ち越しとワーオーと子供も行くぞとね、いうところで、まあ、巨人もねチャンスは作るけどヒットは出るけど1本出ずその6回裏ね先頭バルがツーベース吉川が三振こう進塁打しようと意識はあったけどもジャクソン山本のバッテリーもねツーボールワンストライクからインコースを高め速い球でねこう進塁打をしたからちょっと引っ張りにかかったところをね高めだったから空振りでインハイ基本のアウトローで今度チェンジアップなんとしても当てて引っ掛けてセカンドゴロ打つぞっていう気持ちは出てたけどもその前にチェンジアップ落ちちゃって空振りっていうね配球良かったグッドタイミングでもここで吉川やっぱ進塁打打たなきゃいけなかったよね。でその後ね、ヘルナンデスのショートゴロを京田がちょっとジャックしちゃってね内野安打ねでワンアウト一塁からね、岡本が、センターフライで大城がショートフライと1点取れずチャンス作るけども1点取れずねで7回裏も2アウトからね若林が、レフト前ヒットで門脇が送りバントを決めて代打岸田、ね、センターフライといやこれこのまま終わるぞとね、まあ、DeNA もね、6回7回8回、そして9回と三者凡退でねもう追加点取れなかったけどもこのまま2対1で、ね、逃げ切っていくぞっていうところで8回裏ピッチャーね坂本今年好調だからね先頭丸が同点ホームランクッとね
でもその後ね、吉川アウトにしてヘルナンデスフォアボールにするけども、岡田元ダブルプレーでこの1失点で抑えたっていうところは、坂本もさすがね、今年の好調はさ、ここで崩さないっていうね。しかし同点ね。で9回裏、ピッチャー京山、京山も今年いいからね。その中で大城がレフト線ツーベース、ここで坂本よね。今日もチャンスでも凡打、タイミングも合ってない、守備では好プレー、クプレー連発だったけども、バッティングはやっぱ調子悪そうやな、タイミング合ってない、これどうすんだよ、バントもありやろって正直見てて思ったけど、あ、日刊スポーツで評論書いてますね。そこで追い込まれてからね、ちゃんと右打ち進塁打ね、バッティングね、打線っていうのは打つだけじゃないよっていうところを見せた坂本のこの進塁打ね。でワンアウト三塁になって、若林がね、初球のフォークボール積極的に打ってレフトへサヨナラヒット、若林ね。だからこういったところでね、ちゃんと岡本のこの進塁打っていうところも良かったし、やっぱ丸岡本の一発だから一発気をつけてってもう一度送り事故で言ったじゃん、まあ、言ったじゃんって言ってもね、聞いてないと思うけども、選手の皆さんはね。だからこういったところで大城がツーベース、坂本が進塁打、そして若林が初球積極的に行ったっていうのがあって、やっぱ8回の丸のホームランがね、大きかったね。まあ、DeNA としてはね、その後追加点欲しかったところではあるけども、まあ、戸郷がナイスピッチングと、でその後ね、長川、船場様、大勢がね、ノーヒットに抑えてランナー一人も出さずっていうね、この氷リーグがね、このサヨナラ勝ちを生んだっていうね、ゲーム差なしの首位攻防戦、ね、先勝した巨人はね、大きな勝利になったと思います。巨人対 DeNA、 13日の試合6対1で巨人の勝利というところで、首位攻防戦で入ったこのカード2連勝で巨人大きい勝利ね。巨人先発グリフィン7回110球4安打8三振3四球1失点というところで、本当にね、復帰してから、いい感じの投球つつくなって、角度もあるしね、ちょっと投げ下ろす感じで力もあるしね、これで7月6日のヤクルト戦からね、2連勝っていう形で、まあ、失点もね、本当1点ずつっていうね、安定したピッチングがね、ずっと続いてるなっていうところでは、ジャイアンツとしてはね、いい先発がね、戻ってきてくれたなっていうね、この調子がね、調子が戻ってきてくれたなっていうね、ところはありますね。で、DeNA 先発、吉野はね、プロ入り初先発、初登板、5回89球、4安打5三振、2四球2失点と、序盤でちょっとバタバタね、する中で失点したっていうところもあるけども、まあ、ストレート、カット、カーブ、フォークとね、いや、本当、コントロールもいいし、フォークもいいし、いい感じで投げてたからね、今日はね、勝ち星つかなかったけど、このピッチングができたらね、早いうちに勝ち星つきそうだけどね、まあ、その中で巨人はね、初回先制っていうところで、ワンアウトから吉川ヘルナンデス、これ連続フォアボール、これちょっと緊張感あったかな。で、ワンアウト一塁から岡本にね、センター前ヒット打たれて1点失う。ジャイアンツは1点取る。その後ね、ワンアウト一塁でね、ワイルドピッチもありながら、ね、大城、そして岸田を連続三振取って、ここでね、ここでしっかり抑えきれたっていうところも大きいね。ここでバザバザーっていくね、可能性もあっただけにね。で、2回裏、ね、7番若林がツーベース。で、門脇三振。ここ思い切って引っ張りで行きたかったよね。まあ、その後グリフィン丸と連続でアウトになって追加点取れず。しかし3回裏にね、吉川のライトスタンドへのホームランでね、しっかり2点目っていうね、ところで、まあ、ちょっとずつちょっとずつ行く中でね、で、4回に、DeNA がオースティンでホームラン。ここから一気に行くかなと思ったところね、ワンアウトから宮崎フォアボール、佐野センター前ヒット、ワンアウト一塁から伊藤光のダブルプレーっていうところもね、痛かったね。伊藤もここら辺でね、いいところ見せたいね、山本が打ってきてるからね。あとはね、巨人の守備だね。こう2回表ね、宮崎のセンター前ヒットでノーアウト一塁。で、佐野のね、セカンドゴロ。でも一、二塁間結構深いところでね、取ったから、こうファーストだけかなと思ったらね、こう取ってそのままセカンド投げるんだよね。それによってセカンドにアウトにして得点圏にランナーを進めないね、吉川の守備、やっぱ今年は吉川ゴールデングラブ間違いないんちゃうかとね思うけどね。で、5回の表ね、京田が先頭で内野安打、ここ吉野がスリーバント失敗、こういうとこちゃんと決めなかったよね。でその後ね、三振時にね、京田が盗塁するけども、ちゃんとバントして送ってね、なんとかっていうところは、だから吉野今度そういうところもね、ちゃんとやっていかなきゃいけないね。で、ジャイアンツもね、なかなか追加点奪えずっていうところで、6回裏、ピッチャーがね、吉野から松本に変わったところで、先頭ヘルナンデスがツーベース。で、岡本が レフト前ヒット。で、大城がフォアボール。で、ノーアウト満塁から岸田がね、ファーストファールフライ。で、若林がサードライナー倒れるけども、ツーアウト満塁からね、門脇が走者一掃の右中間タイムリーツーベース。グバって。これ、大きかった。これ多分ね、門脇打ってなかったらね、ひょっとしたら負けてたかもしれない。で、しかも2アウト2塁でランナー残って、グリフィンがセーターオーバーのタイムリーツーベースで6点目っていうね、グリフィン行く。松本、気落ちしちゃダメだよ。ここしっかり抑えていかないと。で、そんでまあ6対1になってね、7回以降はね、
7回 DeNA 三者凡退で、8回もねヒット出るけども後続続かずで、9回もね三者凡退っていうところで、グリフィンからね8回泉、9回平内がねしっかり抑えてね6対1、まあ打つべきところで打ってしっかりねグリフィンが抑えて勝ち切るっていうねゲーム展開にも素晴らしかったし、この6回のねあの門脇のあの1本、本当にこの今日の試合を勝ってたのはもうあの門脇の1本やと思う。それぐらいね素晴らしかった。あと本当にね DeNA の吉野はねいいピッチング、負けはついたけどもフォームもいいし投げてるピッチングも良かったんでね、まあちょっと緊張感あったかなっていうところもあるんで、これステップとしてね次の登板もね早めに見たいぐらいいい形のピッチングだったんでね、未来に向けてはね楽しみな選手がまた出てきたんじゃないのかなと思います。まあ結果6対1巨人、このカード2連勝です。広島対ヤクルト、12日の試合4対3で広島の勝利というところで、広島先発どこだ6回102球4安打4三振3四球3失点とちょっと制球高かったかなっていうところで、状態はねそんな良くなさそうだったけども、まあ、しっかりね粘り強く、まあ、なんとか投げ切ったかなと。ヤクルト先発石川5回85球8安打1三振無四球4失点と、石川も甘かったね、甘くて高かったね、ちょっとらしさがね出なかったかなっていうところでね、ヤクルトは初回先制、ワンアウトからね武子ツーベース、宮本がセンター前ヒットで、ワンアウト一三塁から村上三振するけども、オスナ長岡連続フォアボールで押し出しの一手、こういったところ徳田らしくないよね、やっぱ状態良さそうじゃないっていうのが見えるよね。でその後ね広島の良かったのはこの1回裏すぐにね、ワンアウトから野間センター前、上本レフト前ヒットで、琴野がライトへタイムリーヒットで、ワンアウト一三塁からね石川のワイルドピッチでセカンドにランナーを進めて、石川のねショートゴロを長岡ねファーストに悪送球になるけども、まあ、ここはねどっちしても1点は入ったからね、これで勝ち越しと。でもヤクルトはね2回の表に先頭竹岡ホール、宮本センター前ヒットで、ノーアウト1塁から村上がねライトへ同点タイムリーで、ノーアウト1塁からオスナがサードゴロでランナーセカンドでゲッツー崩れになって、ワンアウト1、3塁から長岡がね犠牲フライを打って逆転勝ち越し。しかしまだ3回裏にね2アウト2塁からまたここ高め甘めに入ってきたところを小園がねライトへ同点タイムリーツーベースと、やっぱ広島はね取られてもすぐ取り返す、取られてもすぐ取り返すっていう、この1回3回ねカープは良かったね。で5回に、秋山はねライトスタンドへ勝ち越しのねホームランっていうところで、まああとはね終盤はリリーフ陣が踏ん張ってこの4対3でね、勝利っていうところになるけどもね、非常にねこの広島もねレフト上本のあのファインプレーとかね、この攻撃しながらねなんとかね守備も踏ん張ってっていうところでね、この竹岡の打球かな踏ん張ってね、守備も頑張ったっていうところもこのねあの床田の粘り強さをね、出したところかなと。で、ヤクルトはね、床田の後、ハーン、黒原、森浦、栗林とね、なんとか踏ん張ってっていうところで、ヤクルトはね、6回三者凡退で、7回も三者凡退で、8回ね、ワンアウトから宮本レフト前ヒット、村上フォアボール、ワンアウト1、2塁チャンス作るけども、ここでね、右に強い森浦が出てきてオスナをね、キャッチャーファールフライ、そして長岡はセンターフライとね、ピンチをちゃんと防いでいくっていうね、この森浦のピッチングもすごかったし、で9回にもね、ピッチャー栗林が出てきて、先頭青木がね、センター前ヒット、で代打中村雄平が送りバントを決めて、ワンアウト二塁からワイルドピッチ、バーッと。全然普通に取れる。普通に。ね。で、ワンアウト三塁になるけども、ここでアウトコース、ストレート見逃し三振、栗林君ピッチ。で、丸山ショートゴロで、ジエンと。4対3。ね。ヤクルトとしてはもう中盤以降ね、なすすめなく、まあピンチになったけどもね、森浦がしっかり踏ん張って、栗林がね、最後もしっかり踏ん張るっていうところで、広島としてはね、しっかり取られても取り返す、取られても取り返す。そして秋山の一発っていうね、ところで、まあその後もね、チャンスらしいチャンスあって、もう一本ね、取れればっていうところでね、なかなかね、カープも終盤塁出したけどもね、点取れなかったっていうところがまあ接戦になったけども、まあしっかりね、カープがここで勝ち切れたっていうのは、初戦ね、大きな勝利になったんじゃないでしょうか。広島対ヤクルト、13日の試合1対0で広島サヨナラ勝ちっていうね、1対0延長スピーチで1対0ってね、結構記録なんだよ。佐々木も俊ちゃんと先発した時にスピーチの1対0で、逆スピーチの1対0でサヨナラ勝ちしたんですよ。交流戦の DeNA 戦、ライトにホームラン山口から打ったやつっていうね、これ多分ね何かの記録なんだよね。で、この試合ねヤクルト先発小澤2回37球2安打3三振1球無失点、その後高橋奎二が5回3分の1 88球4安打4三振2球無失点で、大西山本木澤とね、しっかり粘り強く抑えていって、広島もね大瀬良が6回113球2安打6三振3球無失点、その後ハーン、堀江、栗林、森浦、黒原とねしっかり抑えていって、まあ、ヤクルトも3安打だからねほぼノーチャンスだね。もうこの
2回のね、オスナ丸山西球だったけどもね、まあ西球って言ってもこれ2アウト2塁からね、丸山がまあフォアボールになって小沢のね、レフトフライっていうところに終わっただけで、まあほぼほぼカープはピンチらしいピンチなかったから、もういつ点取るか状態っていうところだったけどね。でもそこもランナー出しながら行くけどもね、なかなか最後の1本出ず、ヤクルトもね、投手陣踏ん張ってね、最後11回裏、ね、先頭の石原が、ピッチャーね、田口、ね、田口が投じた2球目をフルスイングで、レフトスタンドホームランね、初球スライダー、そしてまた2球目のスライダーが甘くなる。これもうちょっとボール投げなきゃいけなかったね。ワンストライクから2球連続ね、甘めのスライダーっていうのはちょっとね、田口らしくない、痛かったかなと。でも石原はね、しっかりそれをホームランで、隅一の1対0、サヨナラ勝ち。カープね、このヤクルトにまず2連勝してるのはね、大きいね。ちょっとね、負けが込んできて、一時ね、落ちていったからね、この4連敗でね、迎えたヤクルト戦だった時に、この2連勝はね、めちゃくちゃ大きい。日曜日の試合どうなるのか。ね。まあ、大瀬良にね、勝ち星つけてやりたいっていうところはあるけどもね、まあ、この勝ちはチームにとって大きいでしょう。中日阪神、12日の試合、3対0、中日の勝利というところで、中日先発高橋宏斗、8回114球、3安打、11奪三振、無四球、無失点、グッピッチ。その後、ライデル・マルティネス、前日ね、DeNA にやられたけども、しっかりね、1回11球、三振1個でノーヒットと抑えてセーブ、グッピッチ。引きずらないどこかさすが。しかも150セーブ、グッピッチ。ね。で、阪神先発、村上昌樹。7回97球、4安打6三振、1球3失点というところで、ホームラン一発だけだからね、こう2回裏ね、先頭福永ツーベース、そして高橋周平がライトへ先制タイムリーツーベースで、1点先制。で、ノーアウト2塁から細川がね、レフトスタンドへツーランホームランで3点。もうここだけだから。だって、中日ヒット4本、阪神ヒット3本。で、中日のヒット4本のうち3本が2回裏だからね。もうこれワンチャンものにしたっていうね。で、ドラゴンズは、このね、5回ね、先頭加藤がライトへツーベース。で、ロドリゲスが送りバントを決めてワンアウト3塁。ここで高橋宏斗がね、セーフティースクイズやるんだけども、スリーバントスクイズ失敗でアウトになって1点取れず。ここで高橋宏斗ちゃんとバントまでしっかりやるとね、自分がもっと楽になったっていうところもあるけども、まあ序盤の3得点と、あと高橋宏斗の出来の素晴らしさっていうところがね、阪神の追撃を一切許さずっていうね。で、タイガースは4回ね、先頭近本フォアボール。で、中野が内野安打で出て、ノーアウト1塁から前側のピッチャーゴールの間にワンアウト2、3塁になって、ここで大山佐藤、ここで一気にいくぞっていうところで、大山佐藤連続三振、ピンチ、じゃあチャンスをつかめず、高橋を取って、ね、ここで、でもう、阪神も3安打しか打ってないからね、でその後は、8回にね、ワンアウトから、梅野、小幡が連続ヒットで、ノーアウト、ワンアウト1塁、チャンス来るけども、村上の代打、渡辺が三振、近本フォアボールで2アウト満塁、ここラストチャンスやっていうところで、中野がファーストゴロ。ね、で9回はしっかりね、三者凡退ライデルが抑えてっていうね、まあ2度のチャンス阪神もあったからね、全く何もないっていうわけじゃなかったけども、そこは高橋宏斗がねしっかりピッチングしたっていうところで、まあ阪神としては完敗っていったところではないでしょうか。中日対阪神、13日の試合、10対8で中日の勝利ということで、このカード中日2連勝っていうね。まあ中日先発ね、涌井、ちょっとなんか肩のなんとか筋の肉離れでね、初回終わって交代。これハブはね、急なピッチングだったから、まあ5失点、まあちょっとかわいそうなところもあるけどね、でもそれでも抑えなきゃいけないっていうところもあるし、伊藤将司も3回53球6安打1三振5失点と、今年はちょっと腕の振りも鈍いし、球も切れないし、ちょっと苦しいよね。しかも10対8ね、解説しようがないんだけど、まあ総括で言うと、ね、12日の試合はだから、中日は得点、バッターがなかなか得点できないと、ピッチャーが踏ん張って勝ち切ってね、ピッチャーが打たれ出すと、バッターが打って勝ってっていうね、この本当にカードね、この投打のバランス抜群なんだよ。逆に阪神はピッチャーが踏ん張ってる時に得点取れないで、そしてピッチャーが踏ん張れなかった時に得点さらに取りきれないっていうね、取ったけどね、さらに失点しちゃうっていうところもね、まあ痛かったよね。だからまあこれもう時系列で言うしかないけども、2回ね、大山のタイムリーで2点先制するけども、2回ぐらいにね、高橋周平のスリーランホームランでね逆転で、2回ぐらいね、借りして、福永のタイムリーで5点。いや、このまま行くかなと思ったら、4回にね、渡辺のタイムリー、そして島田のタイムリーで3点取って同点。で、5回表に、坂本タイムリー、小幡タイムリーでね、8対5だって、あ、これもさすがに中日の負けやなと思ったら、5回の裏にピッチャー漆原からね、田中美希は小林連続ヒット、山本フォアボール。このフォアボール痛かったね。で、ノーアウト満塁から彼氏で、犠牲フライ。で、福永タイムリー。で、細川逆転タイムリー。
で、藤井芝もなんとタイムリーヒットっていうね、ところで一気に5点を取って、10対5。で、そこからは6回もね、藤井芝が上がって三者凡退。で、7回にはね、ピッチャー清水が上がって、内野安打で前が出すけれども、3人三振で抑えて。で、8回にもね、ピッチャー松山が上がって、小畑のセンター前ヒット、そして中野のフォアボールで2アウト1、2塁ピンチになるけども、近本を三振に取って、で9回はライデル・マネセンス、ね、出てきたけども、ワンアウトからロドリゲス、ね、前側のショートゴロをロドリゲスが悪送球、バーッと、このクソ大事の時に、って言うんで、大山ライト前ヒット、でワンアウト2、3塁からね、代打原口、ライトフライ、そして最後小畑が三振っていうところでね、1点、ね、まあ、2点取れずっていうね、このワンアウト2、3塁のライトフライもちょっと浅かったからね、ちょっとタッチアップできなかったっていうところもあるし、最後はね、高めのストレートを小畑がね、空振り三振で、まあ、逃げ切り勝ちっていうね、もうちょっと、バタバタしたけどね、この中日の勝ちはね、大きかったんじゃないのかっていうところと、あとやっぱりこの終盤のね、リリーフ陣の、最強、素晴らしさ、ね、中日、やっぱそれ生かしきれたかなと。あと藤島のね、5年ぶりかなんかのね、タイムリー、初タイムリーかな、ヒットでね、あの1点も何気にね、2点差にしたっていうのも、めちゃくちゃ大きい、バッティングだったと思います。中日の2連勝、この勝ち方は大きいと思います。さあ、ということで、4月14日日曜日の試合ですね、佐々木今、長野県に野球教室に来てまして、朝からちょっと野球教室に行く予定です。ということで、ちょっと試合を見ることができなかったので、14日の試合は解説ちょっとできません。だから、経過送りだけでいきますけども、中日は、中日対阪神、2対6で阪神の勝利ということで、2勝1敗でドラゴンズの勝ち越し、まあ、ここはタイガースね、3連敗、しなくてよかったなっていうところで、まあ、延長にね、10回表、代打坂口のタイムリーで勝ち越して、上田、そして佐藤とね、連続でついて一気に5点、6対2で勝利というところで、このまま1勝はね、タイガースにとって大きかったんじゃないでしょうか。で、広島対ヤクルトはね、引き分けということで、このカード2勝0敗で広島の勝ち越し。ちょっとヤクルトとしてはね、まあ、このね、雨が降ったことによって調整をね、しっかりできて次のカードね、行きたいところ。で、東京ドームはね、巨人対 DeNA、0対6で DeNA の勝利。ここまあね、カード入る前、首位攻防戦だったところね、まあ2勝1敗で巨人の勝ち越し、まあ DeNA としてはね、3連敗しなくてもよかったっていうね、ところと、ピッチャー K ね、8回115球、2安打6三振、四球無失点とね、被安打2で、完勝っていったところかな。まあ菅野がね、5回70球、5安打5三振、無四球4失点、初回の4失点痛かったね。先頭、梶原ツーベース、で、オースティンツーベース、そして佐野タイムリーね、で、牧アウトになるけども、宮崎ツーベース、そして山本の犠牲フライと桑原のタイムリーで一気に4点。この4点でね、一気に、ゲームを、展開を決めたかなと。ね。で、パリーグはね、日本ハムが3対1。まあ、日本ハムね、この、ローテーションね、この前から、交流戦秋からね、書いて、このホークス戦に、しっかりね、当ててくるっていうね、ところで、日本ハムはね、14日の試合。伊藤博美ね、7回117球、6安打8三振、無四球1失点と非常に頑張ってね、まあ、思い出のね、6回113球、4安打6三振、無四球2失点と、まあ、万波のホームランね、そしてレイエスのホームラン、まあ、一発に沈むっていうね、で、7回、伏見のタイムリー大きかったかなと、あとね、このシュートをね、ホームで刺したこのね、7回表、2アウト、2塁からね、甲斐のライト前、万波がね、ホームに投げて、シュート、ホームタッチアウトって言うんだけど、これね、みんな万波とシュートのね、肩と足って言うんだけど、これの一番すごかったのはね、伏見のタッチだからね、ちょっといつも言ってるようにね、ベースの後ろにして、前にね、シュートをスライディングさせて、そこで、タッチ。あれね、多分後ろだったら追いタッチに行ってね、多分セーフになってる可能性あるからね。あれをね、あれはね、一番伏見のファインプレーだからね。もちろんね、万波のスローイングも良かったけども、伏見が一歩下がって、それをタッチしたっていうね、しかも、ロスなくね、目の前で。あれ本当にね、ベースの前行ってたらね、絶対セーフだった。そう考えると、伏見、トップレー。非常に素晴らしい。ね。で、楽天はね、4対2で、西武に勝ち、これで3連勝っていうところでね、まあ8回、小郷のね、ツーランホームランで勝ち越し。で、先発陣もね、5回3分の1、84球、5安打2、3、4、4球、2失点と、まあ勝ち越し少なかったけどね、本当に安定してきたっていうね。で、西武隅田、7回3分の1、101球、9安打2、3、4、2、4、4失点っていうところで、まあ、1回ね、6回表に、野村と山村のタイムリーで追いつくけどね、
まあ、ちょっとなかなか苦しい展開だね。で、ロッテ対オリックス、5対1でオリックスの勝利というところで、斉藤京介パリーグ相手にね、初勝利っていうね、5回88球、2安打3三振、3四球1失点と。で、ロッテ先発田中、5回76球、4安打4三振、2四球4失点っていうところで、まあ、ロッテはね、初回、高部フォアボール、小川センター前ヒット、通常かフォアボール、ノーアウト満塁から外の犠牲フライ、まあ、ここの1点だけっていうのはね、ここバンってね、行きたかったところだったけどね、オリックスは3回ね、大里のタイムリー、そして4回、西川のツーランホームランで勝ち越し。で、5回に、太田のタイムリー、7回に、太田のタイムリーと。まあ、コンスタンスにね、しっかり得点を重ねていったっていうところも大きかったし、まあ、ロッテはね、5安打っていうところで、まあ、初回のね、一気にビッグイニングね、作りたかったっていうところはあるけども、まあ、このカードね、ロッテの2勝1敗の勝ち越し。まあね、こう2位3位対決のオリックスに2勝1敗で勝ち越したね、ロッテは良かったし、まあ、オリックスとしてはね、逆にこう勝ち越したかったんじゃないのかなっていうところの、まあ、14日の試合ね。まあ、このね、15日月曜日も試合があるっていうところで、ちょっとね、試合見れなかったんで、そこは申し訳ないです。だから短くね、経過送りになりましたけども、ベストナインだけはね、ちゃんと調べておきました。ということで、ベストナイン発表していきましょう。パリーグから、ピッチャー、楽天、キッシュ、グカンプ、キャッチャー、オレックス、マリー、ファースト、ロッテ、佐藤、打点を得ましたが、セカンド、オレックス、太田、右方向へのバッティングは芸術的、サード、西武、山村、頑張っていこう。ショート、ソフトバンク、今宮、好調キープ。ライト、オリックス、西川、毎月毎月成績アップ。はい、センター、ロッテ、高部、もう怪我なく元気です。はい、ライト、楽天、黄金、ランナーいたら打率1割上がります。はい、DH、日本ハム、レイエス、ホームラン量産してきました。はい、リリーフ、ロッテ、鈴木、点取られてもその後引きずります。セリーグピッチャー DeNA 東グッカップ、キャッチャー DeNA 山本、もうベストナイン確定か。ファースト中日福永、4番打者。セカンド DeNA マーク、はい、サード中日高橋へ絶好調、はい、ショート DeNA 強打、ナイスサヨナラヒット、はい、レフトヤクルト宮本、絶好調、ナイスバッティング、はい、センター巨人ヘルナンデス、いなかったら怖いです、はい、ライト広島ノーマン、もう一回周囲、はい、リリーフ中日清水、グッドリリーフ、はい、さあというところでね、月曜日総チェック、まあ、ちょっと変則的なところでね、見えなかったんで、またしっかりね、オールスター前まだまだね、順位変動しそうというところでね、どうなっていくか皆さん楽しんでいきましょう。それでは今週もプロ野球Enjoy baseball. Let's go.